シュムペルクは、チェコ共和国、オロモーツ州の自治体、イエセニーク山地への入り口と呼ばれている、歴史的なモラビア地方に属する、1864年に描かれたシュムペルクの光景、マリチウスが1269年、シュムペルクは、ドイツ人入植者によって作られた。ドイツ語名のシェーンベルクとは、美しい丘を意味し、シュムペルクはこれをチェコ語化したものである。 シュムペルクの町は一体の中心地となった。町は通商路の途上にあり、銅山から利益を得ていた。15世紀までシュムペルクはモラビアの辺境博の領地であった。ペトルゼ、ジェロティーナが町を買い上げ、カーテン状の壁を築いた。16世紀には最高品質の布地の生産によって、町の名は西ヨーロッパにも知られ、非常に裕福な町であった。 町は所有者である貴族から町そのものを買い取り、大のみを所有者とする王立都市となった。しかし、プロテスタント同盟に組みしたことから30年戦争で、後輩し、リヒテンシュタイン家領となった。1669年の大火では244件の住宅が焼かれる大惨事となった。17世紀後半には、魔女裁判が町で開かれ、48人の男女が、 魔女として、あぶりにされた。1930年の街の人口はおよそ1万2千人。その1、4は、チェコ人、残りは、ドイツ人であった。1938年のミュンヘン協定によって、シュムペルクは、ドイツ国防軍に占領された。多くのチェコ人住民が、米面米連保護領へ追放された。ソビエト連邦の赤軍によって、街は解放され、 ドイツ人住民すべてがドイツへ追放された。プラハの春の最中の1968年8月21日、シュムペルク一帯はポーランド軍に占領された。同年10月3日、ポーランド軍はソビエト軍と交代した。ソビエト軍の駐留はビロード革命後の1991年まで続いた。ありがとうございます。